それから、この下がもうちょっと上に上げてくれる。そうですね、これはあの花根室ですね。根室市の花咲港、ここもやはり小さな津波の後大きな津波がやってきているという傾向がお分かりになるかと思います。同様の傾向は他の観測点でも見られておりまして、いくつかございますが、もう一つ今度は西日本の例をお見せしますと、これは和歌山県の、串本とございますが、やはりここに小さな津波が来た後、より大きな振幅に進撃していると、こういった傾向は遠地地震ではまあまあ見られる傾向でございます。今回も地震もやはり同じような特徴を示しておりますので、最初に第一波の観測がですね、津波の観測が小さくてもその後大きくなる可能性が非常に高いということに繰り返しになりますが、ご留意いただければというふうに思います。気象庁として引き続き津波の監視を続けてまいりたいというふうに考えています。以上でございます。になるかと思います。とりあえずは今のこの状況を、しばらく守る必要があるかと思っています。で、まださらに今後津波が大きな津波がやってくると思われる、関東以西ですね、これはまだ第一波等が到達したばかりでございまして、この後に大きな津波がやってくる可能性が高いと思っておりますので、引き続き警戒をしていただければというふうに思います。防災非常に大きな影響が出ているんですけれども、そういう意味でそういった方々はこれからどの程度注意すればいいのか、どういうふうな対応をすればいいのか、ご不便をおかけしていることについて大変申し訳ないと思いますが、先ほど申し上げました通りですね、現在のところ津波の警報を解除できるというような状況にはないと我々判断しております。まず北海道東北地方のですね、この今非常に大きな振幅の津波の状況がどのくらいで収まるのか、そこをまず見極めると、ここが続いている限りは解除は難しいだろうというふうに思っております。時間にして分かりませんが、おそらく50年前のですね、地震地震津波の経験が考えればやはり数時間程度かかるということはあり得るだろうというふうに思っております。今北海道から東海の方に今されたばかりということなんですけれども、今後は段階的にその解除していくだったり、そういったことを考えていますか。はい、我々としてもですね、いたずらに津波警報を延ばすということは当然したくありませんので、西日本の方でこれから大きな津波が予想されて、当然警報は継続するとしても、仮に東日本の方ではもう警報クラスの津波は収まったというふうに判断される場合はですね、段階的に一部期間を先に解除するということは当然検討の中に入っているというふうにお考えいただいて結構です。大きな波がやってきてからですね、数時間程度というふうに考えております。はい、大体最初の津波が、またちょっとさっきの花咲が一番いいですかね。ごめんなさい、今回の津波です。はい、前に、花咲がこれですね、ここが、2時前ですけれども、大きな津波がやってきたのはこの辺りですね。大体それから最初の津波から2時間程度経ってから大きな津波がやってきました。その頃から大体数時間、やはり、これは過去の地
地震、津波等の経験があれば数時間程度はこういった大きな振幅が続く可能性がございますので、そこを見極めてそれからの判断というふうに考えています。ということから、まあ、4、5時間というところも含めてですね、そこは我々の方でもなかなかはっきり、判断がつきにくいものですから、まあ、1、2時間ではないということと、10時間までは多分いかないだろうというぐらいの数字というふうにも考えています。そうですね、まあ、もちろんその時間はどこも2時間というわけではございませんから、1時間から2時間程度、やはり、どこも見ていただくと分かります通り、最初にトラック事故ですけど、小さな波がやってきた後、ここから非常に大きな波になってですね、こういった傾向はどこでも見られると。気象庁の関田康夫地震津波監視課長の会見の模様を中継でお伝えしました。今の会見によりますと、到達予想時刻よりも1時間ほど遅れたけれども津波が到達し始めたと。それから今回の津波の特徴として、1波目よりも2波目以降の方が大きくなる傾向があったと。で、すでに岩手県の久慈港などでは3時49分1メートル20センチの津波を観測していた。で、1波目よりも後から来た津波の方が高くなる傾向というのは、遠地地震、遠くで起きた地震の津波の場合が共通する傾向で、1960年、およそ50年前のチリ地震津波の時でも同様の傾向があった。で、またこの津波警報はいつまで続くのかという質問に対しては、大きな津波が来てから数時間、これは1、2時間とは言えないと、まあ、数時間、10時間までは分からないという言い方をしていましたが、数時間経たないと解除はできないというようなことを、監視課長は伝えておりました。伊藤和明さんに聞きます。今回の津波の特徴が見えてきたという状況でしょうか。そうですね、今のお話のようにね、1波が小さくても2波の高いというケースがもうすでに北海道東北で現れている。富士なんかの場合はどうも第3波の方が高いようですね。で、これはこれからだんだん西の方へ移ってきますから、関東、東海、伊勢、まあ、近畿から四国、九州、沖縄の方もですね、同じような傾向が生ずるだろうということが一つと、それから、まさに1960年、50年前のチリ地震津波との時もですね、やはり第2波が高かったというのははっきりしてまして、あの時は確か142人犠牲者が出たんですが、第1波よりも第2波で亡くなった方って大変目立ったんですね。まあ、そういった点でも今後のその警戒を欠かさないでほしいと、こういうことだと思いますね。昨日南米のチリで巨大地震が起きました。それから25時間以上が経ちました。気象庁は青森県から宮城県にかけての太平洋沿岸に大津波警報、また北海道から沖縄にかけて太平洋沿岸など広い範囲に津波警報を出しています。引き続き NHK ではこの津波に関する情報をお伝えしてまいります。北海道では根室市花咲で午後3時48分に90
島県の北相馬港では午後3時35分に60センチ、青森県の宇津小川原港で午後3時52分に60センチ、福島県の南、いわき市小名浜港で3時9分に50センチの津波を観測しています。岩手県の釜石港では午後3時39分に50センチ、千葉県銚子市で午後2時37分に40センチ、北海道浜中町で午後3時4分に40センチ、静岡県の御前崎港で3時16分に40センチの津波を観測しています。